上がりました。普通ここまで来なあかん、ふざけてるな。丸のコップ、どうなってんの、どうなってんの。山口あゆきです。はい、ということで皆さん、前回の動画新曲ですね、聞いていただいて皆さんありがとうございました。たくさんのコメントをいただき見させてもらってもすごく嬉しかったです。これからもどんどん曲アップしていこうと思うので、ぜひ見てください。はい、ということで今回はすごい珍しいです。山口あゆき料理タイムです。クッキングタイムです。今まで多分出したことないと思うし、世に出たことないと思います。そんなことないかな、分からんけど、シンガーソングライター山口あゆきは歌しか歌えないんじゃないかっていう思いの皆さん、甘いです。ケーキだけに、あ、ケーキ作りますということで、私はね、意外とね料理が好きなんですけど、いかんせん上手かって言われたらそうでもないかもしれないし、ちょっと分からないんですけど、ちょっと失敗するかもしれないんですけど、今日4月16日私の誕生日ということなので、ケーキを作りたいなと思います。まあね、自分の誕生日、まあどうでもいいんですよ。誕生日なんて今こうやって家におることの方が多いので、自粛中なのでね、できることをやりたいなと思います。やっぱね、自分が楽しいこととかやっていかな、もったいないじゃないですか、人生。ということで今から全力で作っていきたいと思います。失敗したらすんません。ではレッツゴー。はい、ということで今から作っていきたいと思います。まず肩にキッチンペーパーの何周りのやつ、音がなんかこうやって、半分に切って刃を割って、こういうことやな。うまいこといけるか、大丈夫ですよ。うまいこと言ったら天才じゃない。明らかでかいし、ちょっとラグビーみたいになってしまったし、切ります。こういうことやろ、こういうことが言いたいんやろ。肌ラグビーやな。おっ、ちょっとこれ何が楽しいねんですよね、見ててね。あー、いい匂いがする。へー、ぴったんこカンカン。じゃあ次は周りのこれ作業できるし、うまい話もないんですもんな。え、無理、テープで止めんのこれ。テープこげへん、こういうことですね。まあとりあえず胸焼き高校の時に、食品高校みたいな感じで、まあ、ったパン作ったりとかケーキ作ったり和菓子作ったりとか言って、結構まあ作ってたんですよ。なんですけどね、見ての通り結構雑いんですよ。ちゃんと切ります。そもそもこういうところがもううざい。テープ貼ってもいいな、外側やったらいいか。あ、衛生的にテープ貼ります。テープ貼っていいのかな、テープ置けへん、それだけは心配は。いたたたた、足取った。あかんわ、水分足りてない。コーヒー飲もう。テープ全然いるくないやん。あ、キッチンペーパーがテープ離せんのか。どうしたんやろ、今動けんの。適当。あ、わかった。これこうして、こうやって外から入れ込んで、その後にこの丸を入れたら同じこと。もういやいや、バター塗ったらあかんの。まあ、とりあえずこれに置いときます。はい。じゃ あ、 スポンジ作りしていきたいと思います。つないぐらいでかいボール、ちゃんと切ってない、なんかついた、シャカシャカ。まずじゃあ卵を2つ割り入れます。じゃじゃん、卵、ゴミ袋いいな。ティッシングヒガロに助けてもらいます。いや、殻をどうしようかなと思ってちょっと考えて、ティッシュの上にポッと置いて後で捨てるっていうパティーンでいきます。うわ、はーい、
卵ちゃん見えへんな。卵ちゃん入れまして、テイスティングオフして、見える？見えへんな。見え、いい？いい？いい？ちょっと後で見せるわ。卵もう一つ入れます。はい、じゃん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 。見えへん。え、見えへん。ボールがでかすぎて見えへん。卵、うわギリギリ見える。卵2つ。これを、多分混ぜる。なんとなくでやります。今度分量はちゃんとします。まあ、こんな感じで。ねえ、魂。最初だけだったな。この卵の中にあれ入れんねん。砂糖、砂糖、砂糖は持ってくる。はい、砂糖持ってきました。えらい、こっちゃでどこ置けばいい。これで入れます。なんかお皿洗うのあれやし。砂糖を 60g 入れます。7、え、もうめっちゃ普段っぽいやん。28、27、なんて言ってた今。60 60 38、めっちゃ入れるやん。太るで。しかし58 60、OK。 砂糖 60g、 卵と一緒に入れて混ぜます。ジャリジャリ染み込むな。なんか入ってんで。あ、ダメです。ジャリジャリしないぐらい混ぜるって書いてたような気がするから。まず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 、え、この血合いみたいなの気分。はい、ある程度混ぜたら、バターと牛乳入れてきます。バターは常温に戻してます。バター 20g ですって。いい。で、ここの時にね、私はパティシエを目指したわけですよ。パティシエ、うん、そうそう。ちょっと待って、何グラム？ちょっと一旦静かにして。20g。20g。どれだな。取りまこれでいくわ。20回。15。さすが、元パティシエを目指せたものからすれば、上出来です。これ、5グラムです。19。また1グラム。ということで、20g バターを入れたから、次は牛乳を15g入れます。牛乳を一回消してゼロにします。15。うん。最悪26。牛乳ってめっちゃ入れすぎてしまう。そういう生き物だと思う、牛乳って。だって液体や。15、18。あ、すいません。やばい。バターひばりちゃんやん。あ、いいけど。これで混ぜていきます。作るなんて何年ぶりかやからさ、なんかこうなっちゃうね。その高校の時にパティシエ目指してて、で、まあいろんなあの、まあ、ケーキというかパンが結構多くて、パンとか、まあでもケーキも作ってたり和菓子とか作ったりしてたんだけど、まあ、その中で私はパティシエになると。で、まあ、こうやって生クリームをかき回しながら、その当時の担当してた先生に言うわけですよ。こうやって生クリームを混ぜながら先生に、パティシエになろうかな、パティシエになろうかなって言ったら、先生が返す方まで、山口お前には無理やって言われました。まあ、私もね、返す方まで言ってくれましたよ。なんでや、なんでや、こんだけお菓子作りに愛を込めて作って好きで、なんで無理なんや。先生聞いたら、先生がすっごい低いトーンで、いやだって山口雑やん、下に舐めない。でなに、バター溶けへんねんけど、こんなもん。バターこれ湯煎しながらせなあかんのね。バター溶ける気しちゃうねんけど。とりあえず混ぜていきます。なんかバターの溶けがなんか甘かったんで、湯煎してとかしました。普通にバターその塊に入れてしまったから手間になっちゃったけど、ちゃんと混ぜて、なんか、バターなんていうの、柔らかくした状態で多分入れなあかんかったと思う。
痛恨のミスでした。なんかスポンジって泡立てが一番大事みたいで、もわもわなるまで永遠に混ぜていきます。だからこの先生にね、私は無理やって、お前は雑やからって言われたことで、ふって気づいたことがあるんです。そういや、小学校の時に、まあ、好きな子にチョコ作るじゃないですか。友達と一緒にね、バレンタインのチョコ作ってたわけですよ、友達んちで。私はもう小学校と中学校はちょっと生きてたので、何でもできるみたいな思い込んでしまってたタイプで、でまあチョコ作ってたんですけど、チョコとかクッキーとかね、そんな絶対にこの粉はこぼすなよって友達に言われる。まあ友達はめっちゃ優しいんですよ。分かったーって、そばからもぶちまけて掃除しないといけない状態になったりとか、まあ、みたいに湯煎してる時に絶対お湯入れたらあかんです、チョコにお湯入れたら終わりやでって言われてて、分かったー言って、ひとかきぐらいでもお湯入れてもうってチョコン。でもあれ気をつけてくださいね、チョコはもう黒やし、なんか何やろ、黒っていうかなんか濃い色やし、なんか味も匂いも濃いじゃないですか。無敵やと思いがちかもしれへんけど、一見こう無敵やと思って結構強そうに見えても、お湯がちょっとでも入ったらもう戦闘能力ゼロになるから、もうそれはチョコではなくなってしまうから、まあ弱点ということですね、チョコの。じゃあ泡立てていきます。ちょっともう地味な作業やから飛ばします。もうかれこれ10分ぐらい混ぜてるけど全然泡にならない。ミキサー使えようと思うでしょ、そんな高級なものはうちにはありません。愛情を込めるだけ美味しくできるので頑張って混ぜます。これを永遠に続けます。頑張ります。じゃあこんなまだシャバシャバな状態いるかな。かれこれ2時間ぐらいやってると、もう多分膨らまんような気がする。ちょっと一旦粉入れます。だいぶ疲れてる。 55g 粉入れて入れます。60いってしまった。どうしよう。悲惨や。いいね。救うしかないよな。頭で救うしかないな。待って、粉だらけ。やりすぎやな。絶対膨らまへん気しかしらない。ホットケーキみたいになってるもんな。肩に入れます。100% 膨らまんと思う。うわもう最悪やねんけど、もう嫌や、帰りたい。家や。持って平気ないけど。ああ、白なのに。とりあえず180度で25分焼きます。とりあえず今スポンジケーキを焼いてるんですけど、多分膨らまない。膨まらない。膨らまないです。こんなぐらいしかないと思う。もういいや、自分で食べるだけです。生クリーム混ぜます。生クリーム混ぜて、砂糖を入れて、生クリーム作ります。もう疲れた。なんか泡立ってへん恐怖から、砂糖入れるのをめっちゃ後にしてしまう。もうまあこんな感じやねんけど、もうちょっと固くします。
お砂糖入れます。ポヨン。3杯4杯ぐらい。あと4分で開けられる。このぺったんこの日やっぱアイドルのお菓子作りは向いてないかもね。あ、生クリームちゃんは可愛いわ。ちゃんと固まってくれる、言うこと聞いてくれる。これよ、これよ、固まるっていうことは幸せ、固まる幸せ。もうちょいね。あいくは生クリーム緩い方が好きやけど、緩すぎたら多分ぬらい。あんなペッシャンコな、ペッシャンコなスポンジ。もう喧嘩売ってるわ。もうちょっと頑張って混ぜます。いい感じになってきた。もう煙とちゃいまっか。こうやって角が立ったらオッケー。これは冷やしておきます。生地が焼き上がるまで頑張ります。待っときます。皆さん焼き上がりました。イエーイ。見る？靴ここまで来なあかんね。ふざけてる。 1% しか行ってない。まあ仕方がありません。これ日の丸のハンカップ。どこで買ったかな。多分東京で買った。じゃあじゃあじゃあ、どうなってるの。ちょっと板戻すわ。ちょっと落ち着くわ。こうなって赤。こうなってこうなります。こうなってこれ、あと、あ、え、わからんですな。このまるちゃんにはちょっと一旦休憩してもらっておいて。湯飲み、湯飲み、これなんか知らんけど、どっかで作ったやつ。見えるかな。あやきって書いてふふんちゃんはちょっと大変な時期。こういうことやっぱり。これか。とりあえずこれメインやったら、この端っこのやつ取ります。じゃあこれも。ちょっとこのカスたちを捨ててきます。こうしてたらいいんじゃん。雨に置こうと思ったけど。こんな薄いさ。疲れるわ。乗せた方がいいよな、これ。この網に知らんけど。え、なんかすごい。でもスポンジケーキというか生地やな。ちょっと味見してみたいと思います。よくわからんとりあえず粗熱を取らな。話は始まらんよな。ぺったんこ。こんなやつおる。嬉しいやつが言ってたの。巻き戻したいわ。これ斬新なケーキにしたいと思います。匂いはいい匂いなんで。どうしようかな。重ねたいからさ。頭使わなあかんね。ちっちゃいのにして重ねていく。どういうこと？
どういうことなの、意味が分かんない。これはもう無理です、ホームケーキじゃありません、カステラです。おやすみち。流し込みます。ちょっと待って、これはちょっと待って、ここにこの早ちまわなあかんからね。こうやってなんか折りたたまってる生地っていうのはいい生地らしいですよ。なんかタタタタタタタ、ほんまに戦いやった。